こんにちは。こんにちは。お名前お願いします。中谷文一郎と申します。中谷さん、はい。今淡路島のサービスエリアでちょっと、はい、ね、動画撮ってるんですけど、はいはい、まあ、今日僕初めてお会いして、はい、まさかの皆さん全国のおそらく、平成生まれの子は知らんかな、でも昭和生まれの人たちなら知ってる、はい、あの千葉吉兆さんとちょっと関係があったと、はい、そうですね、はい、うん、いうことで、まあ、そのあたりの話をちょっと聞いていきたいんですけど、あ、はい、まあ、大阪でお店を今されてるんですよね。はい、やってます、うん、どんな感じのお店なんですか。まあ、オーソドックスな日本料理のお店で、祖父の代からさせてもらってまして、私で3代目となります。店名とか言っても大丈夫ですか。申します。はい、会社の名前が味吉兆と申しまして、うん、私が今いるお店は味吉兆ブンブアンと申します、うん、味吉兆、はい、まあ、これを聞いて皆さんどっかで聞いたことある名前やなと思う人もおるかもしれないですけど、あのいわゆるささやきおかみで有名に、ね、なった、まあ、社会現象にもなったあの記者会見があったじゃないですか、はい、千葉吉兆さんの、はい、その千葉吉兆さんの身内ではないけども、はい、おじいちゃんの時に、おじいちゃんの代の時に、はい、その千葉吉兆さんとなんかちょっとあったんですよね、関係が。まあ、そうですね、ささやいたおかみさんという方がその創設者の方のお嬢さん、娘さんでいらっしゃって、そのご養子さんとうちの祖父も一緒に仕事はしてたようです、うん、と聞いてます、うん、だからそこで血のつながりとか血縁関係とか、はい、なんだろう、親戚であるとかいうのでは全くないけども、はい、友好関係にあって、そうですね、まあ、普通に、まあ、関係、人間関係としてはあったと思います、うん、で、その名門の千葉吉兆の方から、はい、なんか吉兆の名前使っていいよみたいなことをそのおじいちゃんが言われたんですか、ね、その吉兆の創設者の方が、うん、大阪の二浜でされてるんで、高麗橋でされてるんですけども、うん、その創設者の方から、まあ、親族ではないんですけども、ちょっとお名前を頂戴することができたということです。のれん分け的な、はい、そうです、うん、なんかうちの名前使ってええぞみたいな、はい、でそういうふうに伺ってます。でそれから、現在に至るまで、まあ、50年以上 そうです、はい、その名前を使わせてもらってると、はい、そうで、そのもちろんその当時、はい、吉兆っていうね名門の名前を使えるわけなんで、多分お客さんもいっぱい来られたと思うんですよ。でその、一件がね、はい、あのささやきのおかみの一件があった時、はいはい、それがどう変わったのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、もう想像に優しいと言いますか、まあ、分かりやすいぐらいにお客様来られなくなって、まあ、まあ、うちがやったことではないんですけど、まあ、苦情の電話もたくさんかかってきました、うん、そうですよね。こっちの店舗は何の関係もなくて、はい、系列でもなくて、はい、食材も同じ食材も使ってもなくて、はい、完全に別の会社なのに、はい、その名前を使ってるがゆえに、はい、まあ、まあ一般市民というかお客さんからするとそのニュースを見て吉兆って名前ついてるから、あそこも今まで同じ系列と思ってたような人たちがここでも同じようなことをやってるんちゃうかみたいな、あ、そうですね、はい、風に勝手に思い込んじゃったと、はい、まあ、風評被害的な感じですよね、はい、あれ当時って、はい、何でしたっけ、魚のアユかなんかを一回出しお客さんに出したやつで、はい、一切お客さんが手をつけてないやつを引き上げた時に温めてもう一回出してたっていうような報道もあったんです。それがあったんですか、ね、使い回し使い回しと、はい、食材の、あと何でしたっけ、きっかけ一番最初は確か賞味期限の先延ばしみたいな、あ、思います、はい、だからそれをこっちの店舗でもやってるんちゃうかと、あ、そうです、風評被害で一気にお客さんが来なくなったと、はい、いうことなんですね、はい、まあ、なんだろう、今まで名前を使わ、まあ、今も名前を使わせてもらってると思うんですけど、まあ、いい時もあれば、そっちが悪くなれば自動的に影響でこっちも悪くなっちゃうみたいな、はい、でもうあれですか、傾きかけたぐらいの勢いですか。そうですね、どう生活していったらいいかなっていうのはちょっと、はい、もう本当に一人も来ないような状態なんですか。まあ、古くから知ってはる方は、うん、事情分かってらっしゃるんで、逆にまあ
頑張ってねって来てくれる方もいらっしゃいましたし、そっか、もう全然別だということを理解してくれてる人がね、はい、ただやっぱり そういう方がやっぱり少ないんだなっていうのが逆にその騒動で分かったっていうか、もっと頑張らないといけないなっていうふうにはなりました。でそういう時に、まあ飲食業ってまずお客さん来てくれないと、はい、仕入れもできないし、従業員に給料も払えないじゃないですか、はい、そういう時期がどれぐらい続いたんですか。どれぐらい続いたかもしれないね。やっぱりその千葉吉兆さんの報道が一般的にされなくなるまではやっぱりずっと足は引っ張ってたと思います。ってことは数ヶ月。そうですね、数ヶ月。その間よく店を閉めずに行ったと思うんですけど、それはもうどんな感じだったんですか。もう店は一応開けてたんですか。その当時百貨店の中に店舗があったので、はい、そのまあ閉めるっていう、まあ、百貨店さん基本元日以外やってらっしゃるんで、うん、まあ、ずっと、まあ、開けてましたし、やっぱ閉めちゃうと、うん、なんか認めたみたいなことになるから。ああ、それはあるよね。それも嫌だったんで、うん、まあ、やり続けてました。なるほど。百貨店さんもサポートしてくれたので少し。あ、そうか、はい、百貨店さんは内容分かってるから、はい、じゃあなんとかいろんな人の協力も得ながら、苦労もしながら、はい、それをなんとか乗り切って、はい、でそのマスコミが報道しなくなったぐらいから徐々にまたお客さんが帰ってきたと。あ、そうです。それって、まあ、分かる範囲でいいんですけど、もともとのお客さんが帰ってきたのか、はい、新規でそういうことをもう知らない人が入ってきたのかでいうと、割合的に言うとどんな感じなんですか。いや、やっぱり、もう忘れたような方、うん、その報道のこと自体をちょっと風化したような方がやっぱりたくさん来るようになったイメージです。もちろんプラス常連さんも。あ、じゃあ当時から言うともう15年ぐらいもう今経ってますよね。はい、今はじゃあもう全然ええ感じなんですか。そのことに関しては大丈夫で、うん、今はちょっとコロナ明けでちょっと、なるほど、ちょっともう一踏ん張りしないといけないなっていうところ。その当時のお客さん来なかった時期と、コロナ騒動でのお客さんが減ったのとで比較すると、どっちがしんどかったですか。メンタル的には千葉吉兆さんの時の方がちょっとしんどかったですけど、あ、そうですね、今は実害はコロナの時の方がしんどいです。あ、はい、まあ、期間が長いですもんね、はいはい、その吉兆の時の方はそのマスコミが報道しなくなったらということなんで、まあ、おそらく数ヶ月そうですね、で徐々にまあ回復傾向に移行していったと思うんですけど、はい、コロナ騒動ってもう3年とか、まあ、今だいぶねもうマシになってきましたけど、はい、なるほどね。で、今実際料理とかもされてるんですよね。私やってます、はい、何年目ぐらいなんですか。料理はをやりだしてから12年ぐらいになります、うん、はい、ああ、なるほど、はい、その前は何をされてたんですか。あ、そのお店でお弁当、お惣菜を販売してた部門があったので、うん、そこで販売をやってました。ああ、はい、なるほど。で、なんかね、さっきちらっとその矢五郎さんが言ってましたけど、はい、百貨店の中でもなんか影響が出てたって言ってましたみたいですね。あの百貨店はそういった休むまではなかったですけど、うん、さっき伺ってびっくりしました、ね、だから多分で今1店舗の話をしよるけど、はい、多分他の全くその吉兆の名前を使ってないよく似た日本料理屋さんとかも、ひょっとしたらお客さん減ってた可能性ありますよ。そうですね。で、今で言うそのスシローのあるじゃないですか、ペロペロ事件で、スシローのお客さんが減ってるっていうことを言われがちやけど、いや結局はま寿司とか、なんだろうね、いろいろ回る寿司ってあるじゃないですか、そういうところも一緒に見られて、風評被害で客足が減るみたいな、そういう人の流れっていうのもあるかもしれんよね。そうですね、うん、けどまあどちらにせよ今現状そのなんて言うんだろう、お客さんの足も返ってきて、はい、今現状はある程度安定してるっていうんだったら、はい、ちょっと安心ですよ。そうですね、本当に、うん、でこれからその5類に下がるし、はい、うん、でマスクもねもうほぼしなくてよくなると思うん でそうなってきたらまたどんどん人も動き始めると思うし、はい、僕も個人的に本当に応援してますんで。あ、恐れさん、ありがとうございます、はい、じゃあそんな感じで。 ありがとうございます、はい、最後にまたお店の宣伝してください。大阪市中央区本町で味吉兆文房というお店を
日本料理店やっております。どうぞ何かありましたらご利用ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。